兵庫県立大学の施設なんですけれども、研究にも使われますし、あと一般の方に、星をね、望遠鏡なんかを使って、見ていただくというようなこともしているという、そういう施設ですね。今おりますこちらの建物の、一番上ですね、に、大きな望遠鏡というのがありまして、どれぐらい大きいかというと、鏡を使っている望遠鏡なんですけど、その鏡の大きさが2メートルあると、一般の方がですね覗くことができるような、それで星を見るような、そういう望遠鏡としては、実は世界でほぼ最大級。3月っていうと、まあ、ちょっとそろそろ春にね、だんだんなってくるという感じだとは思うんですけれども、星空の方がまだ主に冬の星座と普通言われるようなね、そういう星座が中心になります。オリオン座とかですね、あと望遠鏡で見るものとしてはですね、そのオリオン座の中にオリオン星雲というのがあります。そういったものですね。星雲ですので、ほんのり光っているようなところが割とこうぼやっとこう広がっている、そういったものなんかもあったりしています。